ジョン・フルトン・レイノルズはアメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争の時は北軍の将軍だった。北軍で最も尊敬された上級指揮官の一人として比較的限られた戦闘の経験しかなかったにもかかわらず、ゲティスバーグの戦いまでのポトマック軍で重要な役割を果たしていたが、ゲティスバーグの戦闘開始直後に戦死した。レイノルズは ペンシルベニア州ランカスターで、ジョン・レイノルズとリディアム・ウア・レーノルズ夫妻の成長した9人の子供のうちの一人として生まれた。兄弟には、ペンシルベニア州主警総監のジェームズ・レフィーバー、レイノルズと海軍少将のウィリアム・レイノルズがいた。レイノルズは、軍事的訓練を受ける前に、ランカスターの家から約6マイル離れたリティッツでまず、教育を受けた。 次にメリーランド州ロンググリーンの学校、さらにランカスター軍アカデミーへと進学した。レーノルズは家族の友人だった合衆国上院議員ジェームズ・ブキャナンによって1837年に陸軍士官学校入学を指名され、1841年に同期50人中26番目の成績で卒業した。 第三アメリカ砲兵連隊の名誉将尉に任官され、マクヘンリートリデに配属された。1842年から1845年、フロリダ州セント・オーガスティン、続いてサウスカロライナ州ムールトリートリデと動き、その後に米北戦争のためにテキサス州コーパス・クリスティでザカリー・テイラー将軍の軍隊に合流した。メキシコでは、 モンテレーの戦いでの勇敢さで大尉に、ブエナビスタの戦いで小佐にと2回の名誉昇進を果たした。ブエナビスタでは、その砲兵隊が左翼側面を突こうとしていたメキシコ軍機兵隊を押しとどめた。この戦争中に、両友のウィンフィールド、スコット・ハンコックやルイス・アーミステッドと親しくなった。メキシコから戻ったレイノルズはメイン州。 クレブルトリデ、ルイジアナ州、ニューオーリンズ及びニューヨーク州、ラファイエットトリデと金無知が動いた。1855年には西部のオレゴン州、オーフォードトリデに中屯し、1856年のローグ川戦争や1857年から1858年にかけてモルモン京都とのユタ戦争に参戦した。 1860年9月から1861年6月は、ウェストポイントの校長となり、公兵、騎兵及び、不評の戦術教官も務めた。西部から戻ってくる旅の間に、キャサリン、ケイト、メイヒューイットと出会い、婚約した。レイノルズは、プロテスタント、ケイトは、カトリック教徒と宗教が違ったために、この婚約は秘密にしておかれ、 ケイトの両親はレイノルズが死ぬまで知ることはなかった。南北戦争が始まって間もなく、レイノルズはウィンフィールド・スコット・中将の副官として地位を与えられたがこれを辞退した。第14がアメリカ不評連隊の中佐に指名されたが、この部隊と共に行動する前に1861年8月20日に、巡将に昇進され、ワシントン DC への出頭を命じられた。 その移動中に命令は、ノースカロライナ州ハッテラスイリエミに行くように変えられた。ジョージ・マクレラン少将が、陸軍長官に干渉して再度その命令を変えさせ、新しく編成されたポトマック軍に加わることとされた。レイノルズの最初の任務は、志願士官の資格を審査する委員会だったが、間もなく、ペンシルベニア予備役旅団指揮を任された。 1862年の半島方面作戦で、マクレランの軍隊がバージニア半島を北上したとき、レーノルズはフレデリックスバーグを占領し、その軍政府長官になった。レーノルズの旅団は7日間の戦いが始まる直前。この旅団は6月26日のビーバーダム、クリークの戦いで、南軍の激しい攻撃を受けたが、 その砲魚船が持ちこたえ、レイノルズは後にその師団長である、ジョージ・エマッコール准将から賞賛の手紙を受けた。南軍の攻撃は6月27日も続き、ゲインズミルの戦いで疲れきり2日間も寝ていなかった、レイノルズは、ボースンの湿地で捕まった。レイノルズは、比較的安全な場所にいると思い込んで眠ってしまい、 彼を残して事態が引き上げてしまったことに気づかなかった。レイノルズは捕まえられた南軍部隊の将軍 DH ヒルの前に連れて行かれた時に当枠した。ヒルは戦前から陸軍での友人であり同僚だった。ヒルはレイノルズ捕まえられたことをそんなに悪く考えることはない。それが戦争の運命だと言ったと伝えられている。 レーノルズはリッチモンドに移送され、リビー監獄に収監されたが、間もない8月15日に南軍ロイド・ティルマンとの捕虜交換で釈放された。レーノルズは北軍に帰還すると、ペンシルベニア予備役師団の指揮官を任された。この師団長マッコールはレーノルズの2日後に捕まえられていた。第5軍団はバージニア州マナサスで、 ジョン・ポープのバージニア軍に合流した。第二次ブルランの戦いの二日目、北軍の大半が撤退している時に、前年の第一次ブルランの戦いで北軍が、そう崩れした場所である、ヘンリー・ハウスヒルで、レーノルズは事態を率いて、土壇場の抵抗を行った。レーノルズは、第二予備役連隊の連隊機を振りながら、サー諸君、奴らに、 鋼がねの銃剣突撃をくれてやろう、大急ぎだ。と叫んだ。レーノルズ隊の反撃で、南軍の前進を止め、北軍はより秩序だったやり方で撤退する余裕ができ、その徹底的な破壊を免れた大きな要因になったとされている。レーノルズは、ペンシルベニア州知事アンドリュー・ジー・カーティンからの要請で、南軍ロバート・イーリーのメリーランド方面作戦の間、 ペンシルベニア州民兵隊の指揮を取った。マクレラン及びジョセフ・フッカー各将軍は、怯えた知事は、全師団の有効性を破壊するようなことを認められるべきでないとこぼしたが、知事の方が説得し、レイノルズは2週間を使って、ペンシルベニア州の老人や少年の訓練を行ったために、アンティータムの戦いには参加できなかった。 しかし、1862年遅くには、ポトマック軍に戻り、第一軍団長に着いた。ジョージ・ミード准将が指揮する配下の一個師団が、フレデリックスバーグの戦いで、唯一の突破を成し遂げたが、レイノルズは、他の二個師団でこれを支援させず、攻撃は失敗した。レイノルズは、この攻撃における自分の役割について、ウィリアム・ B ・フランクリン准将から、 はっきりとした説明を受けていなかった。この戦闘後に、1862年11月29日付で、レーノルズは、志願兵の少将に昇進した。1863年5月のチャンセラーズビルの戦いでは、その第一軍団の全軍団長で、この時は、ポトマック軍指揮官となっていた、フッカー少将と衝突した。 フッカーは、当初、レイノルズの軍団をフレデリックスバーグの南東、北軍の再左翼に据えて、南軍右翼を脅かし注意を引きつけようと、期待していた。5月2日、フッカーはその考えを変え、第1軍団に回れ右をさせて20マイルの移動をさせ、第9軍団の北西、北軍の最右翼につかせた。この動きは連絡の不備。 密航の必要性及び南軍との接触を避けるために遅れた。このために第9軍団が南軍ストーンウォールジャクソン中将の側面攻撃で吸収され圧倒された時は第1軍団はまだその配置についていなかった。この挫折がフッカーの神経を逆なでし構成を行わせなかった。フッカーは5月4日に作戦会議を招集し、 レーノルズは戦闘続行に投票したが、氷結は3対2で構成側が負けた。フッカーは撤退を決断した。レーノルズはミードに代理投票を頼んだ後で寝に行っていたが、この時目が覚めて、フッカーに聞こえるくらいの大声で、夜のこの時刻に我々を召集しておいて、彼は撤退しようというのかと呟いた。 総勢1万7千名の第一軍団は、チャンセラーズビルで抗戦することなく、方面作戦全体でも300名の損失に止まった。レーノルズは、仲間の士官数人と語らって、フッカーを解任させるように動いたが、これは、フレデリックスバーグの後でアンブローズ、バーンサイド少将に対して声高に叫んだのと、同じやり方だった。前の場合には、レーノルズが指摘な手紙で、 もし我々がワシントンでエドウィン・スタントンやヘンリー・ハレックに相談せずに軍隊を指揮できる人物をすぐに得られないのならば、この軍隊がどうなるのか分かったものではないと書いた。エーブラハム・リンカーン大統領は6月2日に個人的にレーノルズと会見し、誰がポトマック軍の次の指揮官としてふさわしいと考えているかを尋ねたと信じられている。 レーノルズはもし自分が自由裁量を与えられ、この戦争中に軍事機関に影響を与えてきた政治的影響力から切り離されるのであれば、引き受ける用意があると答えたと想像されている。リンカーンはレーノルズの要求には合わせられず、6月28日にフッカーに変えて会であるジョージ・ミードをポトマック軍事機関に昇格させた。 レイノルズの撃たれた瞬間のスケッチ1863年7月1日朝、レイノルズはポトマック軍左翼を指揮しており、事実上、第1、第3及び第11軍団とジョン・ビュフォード准将の騎兵士団まで指揮権が及んだ。ビューフォードはゲティスバーグの町を占拠し、町の北と西に軽い防御線を築いていた。 ビュフォードは一番近い北軍の不評隊である、レイノルズの第一軍団が到着し始めるまで、チェンバーズバーグパイクを前進してくる南軍2個、不評旅団に抵抗した。レイノルズは第一師団の前に、馬で切り出し、ビュフォードにあって、おそらくは、ライサンダー・カトラー巡賞旅団から何人かの兵士を、伴い、ハーブストの森の戦闘に向かった。 ソロモン・メレディスの鉄の旅団から部隊が到着し始め、レイノルズが第二ウィスコンシン連隊の配置を監督している時に首の後に受けた傷が元で落馬した。ほとんど即死だった。指揮権は部下の上級師団長であるアブナーダブルデー少将に渡った。北軍にとってジョン・レイノルズの死は奮い立たせる指導者を失った以上のことを意味した。 数ある中からしっかりとした理想を持ち子の戦闘をやりくりする目的感覚のある一人の人物を失うことでもあった。ノア・アンドレ・トルドー、ゲティスバーグ、勇気の試験レイノルズ将軍を失ったことを軍隊は通説に感じ取った。レイノルズは部下に愛され同僚たちに尊敬されていた。 同時大臣によってなされた否定的なコメントの例は残っていない。歴史家のシェルビーフットは多くの者が軍隊で行為にあるだけでなく最も優れた将軍だと考えたと記した。しかし、その戦士はその日により大きな影響をもたらした。レーノルズはビュフォードの防御作戦とその第一軍団に交戦させることを承認し、実質的にミードのために ゲティスバーグの戦いの場所を選んでおり、敵との遭遇を大回戦になる機会に転じ、そこに集中しつつあった南軍に対して、当初は勢力で劣っていた部隊で、ポトマック軍に戦わせた。レイノルズの戦死に続く、指揮系統の混乱の中で、その戦場に到着したニコ軍団が、南軍に圧倒され、ゲティスバーグの町を抜けて、町の南にある、丘陵地への撤退を強いられ、 そこでは、レイノルズの旧友であるウィンフールド、スコット・ハンコック少将が、兵士たちを舞した。レイノルズの遺体は即座に、ゲティスバーグから、メリーランド州、トーニータウンに運ばれ、その後出生地のペンシルベニア州ランカスターに移されて、7月4日に、そこで埋葬された。婚約者のケイト・ヒューイットはレイノルズが戦死し、結婚できないならば、 修道院に入るということをレイノルズに約束していた。レイノルズが埋葬された後、ケイトはメリーランド州エミッツバーグに行き、事前の娘たち修道会のセントジョセフセントラルハウスに入会した。歴史家たちはレイノルズの死について意見の一致を見ていない。例えば死亡時刻、正確な場所、また銃弾の発射元などである。 主要な証言は、レーノルズ配下のチャールズ・エス・ベイル軍曹のものであり、1864年の手紙でこの出来事を衝突していたが、45年後に書いた手紙ではいくつか矛盾するところがあった。レーノルズの姉妹、ジェニーからの手紙では、傷は首から下に入る弾道になっており、レーノルズは上から撃たれたことを示唆していることは、おそらく木の上か納屋の上にいた。 狙撃兵の可能性がある。歴史家のブルース・コットンとグレン・タッカーは狙撃兵説を断言している。スティーブン・シアーズは第7テネシー連隊から第2ウィスコンシン連隊に向けた一斉射撃説をとっている。エドウィン・コッティントンは姉妹の手紙を引用し狙撃兵説が一部信用できるとしているがシアーズの結論にも傾いている。 ヘンリー・ワヴィー・ーファンツは場所が第二ウィスコンシン連帯背後ということに同意しているが、発射元については判断していない。スティーブ・サンダースは、ゲティスバーグ氏の記事で、いくつかの証言をもとに、友軍の銃弾の可能性を示唆し、それは敵の銃弾と同じくらい可能性があると結んだ。北軍や、その出生州にとって、重要人物であったことにふさわしく、 ゲティスバーグ国立軍事公園には、レイノルズの3つの彫像で記念されている。また、フィラデルフィア市役所前にも彫像がある。マイケル・シャーラが1974年にピュリッツァー賞を受賞した小説ザ・キラー・エンジェルスと、その1993年の映画化、ゲティスバーグでは、レイノルズが一つの役割を演じている。 映画ではレのノルズが南軍狙撃兵に最新の注意を払って殺されたとして描かれており、これはドントロイアニが制作した絵画に基づいていた。また、ザキラー・エンジェルスの続編にあたるジェフリー・シャーラの小説、神と将軍でも重要な役割であるが、2003年の映画化ではその役割が削除された。アイスドアースのジョン・シャッフ,ファーのゲキスバーグ三部作にある歌、 ザデビル2ペンの重要な部分がジョン・レイノルズに捧げられており、ジョニーが外旋するときはエレキギターとオーケストラの両方を使って演奏され、定番化されている。ありがとうございます。